選挙にされてますか。なんなら真ん中あたりで自分の名前で番号を確認していただきます。お願いします。本日はね、はい、大変お忙しい中、遠方よりお入りいただきましてありがとうございます。ただいまより株ミーティング天竜の開会式を行いますのでよろしくお願いいたします。私、司会を務めます鳥居と申します。拙い司会ですがどうぞよろしくお願いいたします。それではね、本日大変お忙しい中ご来園をいただきました天竜副区長さんの芦澤様、ご挨拶いただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。皆さんおはようございます。ただいまご紹介をいただきました天竜区の副区長の芦澤と申します。本来でありましたらね、区長が、挨拶に来るところでございますが、区長本日ですね、他の公務とちょっと重なってしまいましたので、代わりに挨拶をさせていただきます。本日はですね、株ミーティング船井だということで天竜区に置いていただきました。どうもありがとうございます。本田宗一郎ゆかりの地天竜ということでですね、この船井で開催するのは今回が初めてということを聞いております。遠くは神奈川県、あと関東地方からもですね、皆さんおいでになっているということでですね、本日ですね、エントリーが130台ぐらいしているということで、大変多く160台しているということでですね、本当に大勢の方がおいでになっているということを聞いております。私株のことあまり詳しくはないんですが、スーパー株とかですね、ハンター株などいろいろな株の種類があるということでですね、今日は愛好家の方が集合しているということでございますので、ぜひですね、交流を深めていただきましてですね、皆様ご自慢のですね、いろいろな株を話題にですね、大いに盛り上がっていただきたいというふうに思っております。結びにあたりまして、本日主催をしていただきました、ポンポクラブ浜松様のますますのご発展とですね、参加されます皆様のご健勝をお祈り申し上げまして、挨拶とさせていただきます。本日は一日楽しんでいってください。市会議員の厚見様によろしくお願いいたします。皆さんおはようございます。ただいまご紹介いただきました、この当地の浜松市議会の議員の厚見誠でございます。私本田宗一郎さんがまさにのふるさとでもありますが、本田さんの夢は空にもあったんですね。本田ジェットが、本田宗一郎さんの夢をまた叶えたと、そういうことにもなります。皆さんがこうして多くの皆さんが、本田宗一郎さんを支え、またいろんなことでことにつけ親しんでいただいているというのは、私はいろんな団体とか活動がありますけども、これだけ根付いている活動っていうのはそうそうないなと思います。まさに本田宗一郎を愛する皆様の集まりだなと、こんなふうに思います。今日は一日どうか、この地で楽しんでいただければなと思います。本日は誠におめでとうございました。それではね、主催者の宮地の方から、挨拶をいただきますのでよろしくお願いします。おはようございます。昨年はここで本当はやる予定でいたんですけども、台風の関係で急遽中止になりまして、その後その代わりとして10月にやられました。その時私、実は私事なんですけど、圧迫骨折をしてまして入院中でしたので、皆さんにお会いできなかったわけなんですけど、今回そのリベンジとして、この本田、先ほど話ありましたように本田宗一郎さんのですね、
生まれ育った土地でこの会が行われるということで、まあ、いろいろ関係者も含めまして協力していただきまして今回開催することができました。で、今回ですね160数台のバイクがエントリーされておりまして、なおかつ、まあ、エントリーされてない方もいましたけども、まあ、最終的には200台近いバイクがここにお集めいただいたということで非常に嬉しく思っております。まずはじめにスーパーカブグランプリ賞エントリーナンバー49番、はい、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。ちょっと写真撮ってください。あとで帯に書いて飾ってきますんで、はい、おめでとうございます。続きまして、ハンターカブグランプリエントリーナンバー8番井上武雄さんいますか。あ、おめでとうございます。はい、じゃあグランプリ旗、おめでとうございます。まず写真撮ってもらってください。続きまして遠方賞、まず東エントリーナンバー17番大野和樹さん、おめでとうございます。ポンポンサプレ
東、茨城県つくば市でしたよね。自走できました。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。レディース賞エントリーナンバー11番、上村敦美さん、おめでとうございます。じゃあバックおめでとうございます。おめでとうございます。ネトロカブ賞ハンターカーブ CT110、エントリーナンバー33番、加藤治さん、おめでとうございます。夫婦エントリー賞、エントリーナンバー76、79番、高橋香奈さん、大和さん、おめでとうございます。リトルカブになる。はい、ではおめでとうございます。夫婦エントリーは、1名だけでした。もう一回聞きたかったら、ちょっと来られなかったんですけど、ちょっとそれ、はい、この帽子かぶってあ、大きい続きまして、どれ